ここお土産で買った方がいいと思います。わうわすごい、もう漫画みたいですよね。うわかわいい。やはりアッペルマルはね、イタリア人から見ても変わってる。あれこれ欲しいやと思って。あ、10、600ユーロ、そんなに高くもないじゃん。イエーイ。レッチから1時間ちょっとぐらい車でかかった。バーリからは、あ、バーリから多分2時間ぐらい。そうだね、真ん中ぐらいだから、まあ、車とかねバスじゃないと本当に無理なんですよね。なんとアルペロベルスに日本人に出会いました。どうも、はじめまして。はじめまして、私ライラ陽子と申します。あ、確かに日本語、日本語、はい、こんな感じです。お土産屋さんが多いなんですけど、やはりあのここだとすごく買いやすいですよね。陽子さんがいるとちょっと安心して。まあ、うちはですね、はい、日本人の方が、うん、あの好まれるようなちょっと軽くて、うん、安いけどちょっと高そうに見えるお土産。あ、そうですよね。全体的に置いてまして、まあ、お土産だけではなく、この町あるいはこの町の近郊などのご紹介とかですね、うん、まあ、あのいろいろお困りごとあれば、いろいろ、ね、あの喜んでお手伝いもさせていただきますので、ぜひよかったらお越しください。素晴らしい。ぜひ。そっち、めちゃめちゃ助かる、はい、私もさっきね日本語を読んで、日本語誰かに、誰なのに日本語通じるの方が安心したんですよ。結構ここ お土産がたくさんいろんな店で見たけど、ね、このアルベロベッロのお土産屋さん、はい、特にこの陽子のお店さんで買うのが一番のおすすめ、教えてもらっている。そうですね、ここの特産品ですね、あのビンコットっていうバルサミコみたいなものですとか、 あとオリーブオールとか、このポラティーナ品種のオリーブが特におすすめで、これプーリアさんでチャット GTP で調べていただいても、はい、今世界一で出てくるって、その最初の10日間しか取れないコラディーナ品種のオリーブ、うん、ありがとうございます。はい、こんな感じのが、ヤコください。はい、あの、まあ、こういうプーモって言われるね、この辺の民芸品なんですけど、なんか自分で書くんですよ、はい、これはですね、あのこういう形で、うん、あの幸運のお守りで、あのプーモナっていうのがラテン語の元々らしいんですけども、まあ、あの豊かさの象徴です。たくさんね、もっともっと幸せになれますようにみたいな意味合いで、こういうね綺麗な色合いのものがたくさんあるので、まあ、いわゆる民芸品っていうことではこんなのも置いてるので、はい、綺麗な色がイタリアのね、なので私だけ見た瞬間にハリーポッターだなと思った。Stare qua su
よし、アルベロベロが全部見れました、まあ、全部ではないなんですけど、結構ね、さっきお店に入ったら日本人の方がねいらっしゃって、ここの素敵なビューポイントを教えていただきました。まさかやっぱりアルベロベロはね日本人に人気スポットなんですよね。トゥイヤシといえばもうアルベロベロですよね。そう、からあれね、こういうね作ってる形はねすごく特殊で面白いです。私もね見たことない、こういうもこういう村は結構素敵な経験でした。なんかイタリア人としてちょっとねここに来たことないはすごいもったいないなって初めて人生で思いましたので、ね、今回ディレクターさんと他のタレントのさんたちと一緒に来れてすごく良かったな、ありがとうございましたアジアンラバーフェスティバルに感謝です。今は、イベントのレッドカーペットのイベントです。まだプレオープニングだから、まあ、これからイベントが始まるなんですけど、私はね明日その映画館にトークショーと、まあ、ファンミーティング、握手会みたいをイベントやりますので、まあ、そのちょっと緊張してる。で今回は私の大好きなジョージョの5シーズンはイタリアでやってるから、今回そのトリッシュのコスプレをさせていただきました。ちょっとねファッションみたいのトリッシュちょっと違うんだけど、その結構ファッションとか関係のゲストが多いから、ただのコスプレじゃなくて、まあ、ちょっとアレンジしてみたのバージョンをやってます。こちらはティモナ・サンサニでございます。翻訳してるし、まあ、結構イタリア人はね知らない方がいないと思います。アニメとか漫画いろんな翻訳していただいて、彼女のおかげでやっといろんなアニメがイタリアにも見れたので本当にありがとうございます。感謝していたしますどういたしまして、ね、かっこいい、めっちゃロックなお姉さん一番最初に翻訳した日本の作品は何ですか？骨格機動隊です。ああ、ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ難しかった。だよね。すごい、あれの。イタリア語でもわからないじゃん。まあ、いろいろ大変でした。ね、結構調べたりしました。なるほど。一番最近は逆に。最近はね、スパイファミリーとか、チェーンソーマンとか、あとまあ、最近じゃないんだけど、ずっとやってる殺し辻とかね、新しいアニメも出るからいや楽しみですわ。もう大体じゃあもう流行ってるアニメはねもう彼女のおかげです。大体クレイジーキットにあるんですよ。下田さんさんいつも見てるよ下田さんですみたいなでピンクの髪のお姉さんで出れる。
times were hard to say I wouldn't change a thing, cause in the story of our lives, the best of times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile.